ビィラ・フォードは、フロリダ州ラスキン出身の歌手、女優である。8歳の頃から歌手を志し、地元の歌手グループに所属、イベントなどで歌を披露する一方、クラシックオペラのレッスンを受けるなど、本格的なシンガーを目指していた。1999年、マンダ名義で活動中に、MCA と契約。が、当時のボーイフレンドだった。 バックストリートボーイズのニックのファンから大バッシングを受け、契約を打ち切られてしまう。その後、ラバとディールを交わし、ポケットモンスターへのサントラ参加など経て、2001年にシングル I wanna be e b u とアルバム We ラワ w as Here でデビュー。作詞は、ほとんどが、本人の手によるもの。またセカンドシングル Did や、Under Stand That は、2002年度のムーブメンパ、ビデオアボードに、 ノミネートされた。しかし、レーベルとの対立や法的問題などで、2003年、エイトースト2面のリリースを最後にラバレコードを去り、再び、フリーとなる。その後は、FHM やスタッフ種などでグラビアを披露する一方、TV 番組、ザ・アルティメット・ファイターのホストや、プッシー・キャット・ドールズとのショーに登場するなど、精力的に活動。アンジェリーナ・ジョリーと同じエージェントの下で、 2月には、スーパーボールの芸能人版、番組、ランジェリーボール2006に出演した。3月には、プレイボーイ市場でヌードを会長。5月には、ポーカーの TV 番組に出演、有名ブランドラブ、ジョーンズのファッションショーにも出た。9月には、ABC テレビの人気番組、ダンシングウィズザスターズにおいて5週にわたり、ダンスを披露、番組中で、ライブも行った。 12月には、マキシム氏のグラビアにも登場。7年3月には、フューシュトブ、パンツオフダンスオフのホストを務めた。アナ・ニコル・スミスの生涯を描く映画の主役にも抜擢され、インパルスにも出演した。9年2月には、自らが出演した13日の金曜日、リメイク版が公開される。2011年4月には、ドリームフライプロダクションのユニバーサル・スクワドローンズが、 全米で、ペーパービュー、ビデオ、オンデマンドで公開され、6月に DVD リリース、される。また A&E の刑事ドラマ、ザ・グレイズ第2シーズン12話にも登場した。2012年、ウィラは、スターズ TV のドラマ、マジックシティの1、5、6、8話、及び、レバレッジ第5シーズン11話に降臨す。その後、ウィラは、サブマージド、エニーデー、 チェックメイト、ザ・ナース、エイ・ファーザーズ・シークレットの5本の映画に出演した。アサシンズ・フューリーという映画にもキャスティングされていたが、5日間の撮影の後降板した。2010年、ビィラは、ついに音楽活動を再開。ライリー・スミスとのデュエット曲オール・ディス・タイムを、オンライン公開した。翌2011年には、ロサンゼルスのクラブ、ザ・バイパールームでライブを行い、 そこで2003年以来のソロ新曲、バックバックバックを披露する。翌日に出演したインターネットラジオ番組ザ・ボーブ・ショーにおいても、同曲を、さらにアイワナ・ビー・イ・バッドのアコースティックバージョンや、オペラ仕込みのファルセットも披露した。2014年、ビラは、レイ・サ・バンカの楽曲ロック・トゥ・ナイトに、フィーチャーされた。芸能活動の傍ら、ビラは、 インテリアコーディネーターとして会社を立ち上げる。その実績と手腕を買われ、2019年にはい,い、t v のリアリティ番組フリップ・イット・ライク・ディ・シックに出演した。2007年夏、NHL 選手のマイク・モダノと結婚した。2012年、マイク・モダノと離婚することを発表。2015年、ウィラは元 NFL フットボールプレイヤー、ライアン・ニースと再婚。 2016年3月妊娠を発表し、9月7日に息子を出産した。ありがとうございます。